ショーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ソンズの田中樹林です。京本大我です。はい、よろしくお願いします。お願いします。あなたもうギリギリすぎるからやめてください。いや、違う、トイレ行ってたんだよ。違う、分かってるよ。トイレ行ってたらあと20秒とか急に言われて。いや、でももうあなた入ってきたら10秒前だよ。あ、そうでしょ。あぶねーじゃないの。危なかったね。あぶねーってことで、もうほぼアウトだったあれ。カフすぐ開けてね。危ないよあれ。いや、危なかった、ね、もうちょっと早めに行きなさいよあれ。トイレね、うん、びっくりしたね。時間ってあっという間だ。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まあ2022年ギャル流行語大賞っていうのが発表になったみたい。あ、そうなんだ。これ流行語大賞とはまた別個なんでしょ。あ、ギャル語のっていうことでしょ。ギャル語専門のあるんだっていうのがあるんですよ。知らなかったわ。まあでもだから、ソンズの中でもね、とりわけギャルに近い存在の2人のね、僕たちが、そうそうそう、もちろん話すべき話題じゃないですか。もちろんそう、うん、俺らがこれ触れなきゃ誰が触れるの。そうそうそう、そういうことですよ。まあ、ジュリリとキョモメロでおなじみですからね。おなじみすぎるね。うん、ですからまあここ触れざるを得ないというか、うん、ですから、まあ、気になる対象というのはですね、まあ察しつくけどね、ギャルピーだろうな、ね、これはもうギャルじゃない人も聞いたことあるだろうし、言葉としてはもしかしたら口に発したことがあるかもしれない。俺らも撮影でね、めちゃくちゃ要求されること多くない？めっちゃ言われるもんね。ギャルピっていう言葉を使うことはそんな多くないけど、うん、そのポーズ自体を使うことは結構ある。俺らもだから聞き馴染みあるよね。うん、めちゃくちゃ。だからそのピースサインですか、はいはい、普通のピースあるじゃん。それを逆に向けて指先が下になるようにして、うん、突き出すあれをギャルピ。まあこれはまあ文句なしの。これポーズ自体もあれの最近生まれたってこと？いや、だからあったんだけど、昔そのね、ギャルのポーズがこれは結構多かったんだけど、それをギャルピって名付けて、もう一回再ブームが来たというか。なるほどね。ネーミングは今年からそうそう、ギャルのピースでギャルピみたいなもので、で、それでギャルじゃない人もギャルピって言葉使ったりだとか、SNS でギャルピをしたりとかして、その言葉が広まったことによっての対象なんじゃないかな。再ブレイクしてるわけみたいなことだと思うよ、多分ね。多分このポーズってだって結構前だよね。多分なんかそのポーズ自体を結構目にしたのは、うん、結構前だと思う。詳しいっすね。さすがジュリリ。はい、もちろん僕ギャル好きですし、なんならギャルですし自分もね、うん、ジュリリですから。ジュリリやるね、はい、やっぱジュリリはこの辺かなりね、ブームみたいなものは敏感ですから。やっぱキョモメラはちょっと、キョモメラ文化の方だから、ね、文化の方だ。ギャルの文化の方に重きを置いてるタイプです。そうそうそう、僕はそのブームの方に重きを置くタイプ。ジャンル違いで、ね、でもまあ、うん、同じギャルではあるんですけどね。まあ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 、2人合わさった時が強いよ、ね、だから今日もはそのあれですよ、ギャルピと名付けられずポーズをしてた人です。で、僕はギャルピっていうそのブームに乗っ取るタイプのギャルなんですけども、いろいろいますね、ギャル。 それがまあ対象でして、うん、2位からが割とその言葉なんですよ。ああ、なるほど。ああ、そうそう、日常会話に入れる、出てくるような感じで、うん、2位がそのエグさのレベルが違うっていうのを略してエグチ、うん、エグチ、エグチですね。いや、聞きなじみないな、全然ないわ。まあまあ文化タイプのギャルはそうかもしれないですけど、俺は知らないな。これは結構日常会話の中でエグチってまあ使われてたりする。本当、ジュリリも聞いたことある。いや、まあもちろんもちろんもちろんあります、あります、もちろんあるんですよ。3位が、3位これあんま俺ちょっとね、あんまりこの馴染み俺もなかったんだけど、いい、良いとか、なるほど、そう、優れてる、まあいい意味だね、そうそうそう、うん、みたいなこと、ポジティブな方の意味を持つ、うん、その中国語のハオっていう言葉、ハオ、まあ、好きっていう漢字一文字でハオ。あ、そうなんだ。あ、なんかでも聞いたことあるかも。ハオ、これが3位なんですよ。これはあんまりね、馴染みはない。これどういう使い方するんだろうね。いや、なんかわかんないけど、いや、マジでお前ハオだわみたいなこと。キョモメロハオみたいな。あ、そういう感じ。キョモメロマジハオみたいな。マジハオ系か。そう、そういう使い方なんじゃない。まあ、語呂もいいしね、うん、ハオ。そうそうそう、で使いやすい。あと他にはまあ1位2位3位ではないんだけども、唇がそのプルプルの状態を意味するプルイなんかあれか、コスメ系とかメイク中とかになんか言うのかな。今日マジプルいみたいな。あ、今日私プルくない、いや今日プルいよみたいなことだと思うよ。そう、聞いたことないわ。多分褒め合うとかに使うのか分かんない。まあ、で、あと仕事できる、仕事ができるを略した仕事でき、仕事でき、まあ、これは俺割と分かりますよ、仕事できは、うん、まあ意味は分かりやすいよね、聞いて。あとその心が高まった時とかに使うのでキャパイ。なんで高まってキャパイなの。キャパが、キャパがことじゃない、もういっぱい自分のキャパが満タン溜まったよみたいな、みたいなことでしょ多分。なるほどね。そう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 、心のキャパがみたいな。
聞いたことないな、心の容量が、うん、みたいな、マックスですよみたいな。なのでキャパイ、これキャパイは結構聞きますよ。聞くんだ、うん、ジュリすげえな。キョモメル知らなさすぎじゃない、ジュリリキョモメルちょっと知らなさすぎじゃない、うん、ランクインもキョモメルね、感覚で生きてきちゃってたから。え、これさ、ちなみにどれもほとんど知らないですか。ギャルピー、ギャルピーはまあ置いていて、エグッチ、ハオ、古い死後的キャパイ、いや全部知らない俺。ギャルじゃなくない？ノーマークだった。いやいや、ヨモメロそれギャルじゃなくない？言葉だけがギャルじゃなくない？もっとギャルって、ギャルって広いから。文化ギャル、文化、俺文化、言葉だけで決めないで。俺でもマジでキャパイっていうのは、俺共演者とかで聞いたり、使ってる人、ギャルのね、若い子いるじゃない、うん、今。あ、バラエティとか共演者とか。そう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 、あのゆうちゃみっていう、ゆうちゃみこうっていうね、あ、知ってる、とかが使ってるの聞いて、キャパイとかもう耳にしてましたよ。あ、確かにバラエティで共演者多いだろうね。そう、周りで結構、あと若い子の番組にこう10代の子集まってる、似てる番組出たりした時とかに結構そういう言葉使ってる人とかいて知ったり。わあ、いいね。うん。そういうジェネレーションギャップ生まれないじゃん。これで、まあ、これが、まあ、1、2、3位とランクインの言葉。うん、もう、これ、まあ、非常にたまらないラインナップですよね。やばい、興奮する。グッとくる。キャパイ、まず。あ、キャパイって言わないの、今は。いや、まあまあ、これたまらないですね。これはたまらないだね。これたまらない。違いがわかんないわ。たまらない。使い方の。で、多分、組み合わせとしては、多分、四五出来のカレピエグチすぎてキャパイ。マジハオ、ね。みたいな。もう、完璧だね。多分、もうこれ、だから、本当に、もし知らない人からしたら本当によどこかの外国の言葉とか呪文みたいだもん。うん、知れないっていうぐらいの感じになるんだよ。でももうちゃんとした言葉使えよっていう感じで、ね、いや本当そうだよ、ちゃんと喋れよみたいな。これはわかんないね。仕事できる彼氏すごくて嬉しい、マジ好きなんだよね。これいいじゃん。いやいや本当そう、それが一番伝わるよ。いやいや、もう ちゃんと喋ろギャル、ね、俺もギャルって言ったけども、うん、ちゃんと喋ろって思うときない。ハオが当たり前になっちゃうときついよね。そうさ、略すみたいなときない。ハオってさ、まあ、響きで選んだんでしょ。別に好きと文字数も変わらないし、好きでいいじゃんって思わない。うん、何なんだろうね。感覚なのかな。まあでもなんか俺らもそうだったじゃん。10代の時さ、意味を持たずになんか感覚で生きてたじゃん。まあ、流行の言葉とか、ね。なんかいいじゃんみたいな。まあまあそうだね。ただまあ喋った方がいいとは思うけどね、ちゃんと。まあ使い分けができればね。まあ友達感とかではいいと思うけど、そのね、目上の人とかもいますし、まあね、あ、こういうのにラジオでどうこう言って切れるのがクソじじいなんですかね、俺らも。そうよ。もう始まってるよ、俺ら。始まってますよね。もうだって、もうピエンとかランクインしないわけでしょ。もうそれはもうそれは俺でもわかる。ほんとガチ振り全然まだあると思ってたわ。それはもうダメよ。いやー、だから切り替わり早いね。なんだっけ、ピエン越してパオンみたいなあったよね。あったね、あったね、うん、それも知ってる。でもそれの先ももう去年とか2年前とかも出てますから。恥ずかしいんだ言ったら。いや、ピエンはもうやばい、やばい。ピエン使ってんのはちょっとね、ギャルはもうマッハですから。どういうこと、どういうこと、目にも止まらないスピードです。移り変わりのね。もう追えない。早いんですよ、もう。あ、多分確かにそうだね。マッハの速度感ですから。流れが。常にチェックしとかないと。あー、でもさ、だってさ、プルイとかさ、うん、何も知らないで言われたらもう悪口かと思わない。どういうこと、だからさ、その、お前今日プルイなって言われたらさ、うん、なんか、その、ビビってるやつみたいに聞こえるじゃん。ブルブルしてるみたいな。そうそうそう。なんかさ、お前、口が達者の割に随分プルってるな、みたいな意味に聞こえない？本当にそうだね。今のちょっと、その愚痴言われたっぽかった。そう、お前プルってんじゃねえよ、みたいな。おー、確かに。風に聞こえかねないじゃん。おい、プル野郎。プル野郎、ムカつくなー。お前今日もプルってもうプル野郎じゃねえか。それは嫌だね。風、でもこれを、ギャル語の中では、その、褒め言葉ですから、プルイっていうのは。確かに、プルイねーってなんか、こう、トーンだね。明るく言えば可愛く聞こえるんだけど。いやでもお前古いねーって。ジュリーの感じめっちゃムカつくわ。バカにされてる感あるでしょ。ジュリーの古いの使い方ムカつくな。これはちゃんとギャルの人が使う、うん、同士とかで使わないと、うん、そうね、もしかしたらね、伝わり方がミスっちゃう可能性あるから、うん、ダメだよね。確かにね、紙一重だったな、古いは。古いは結構そうよ、うん。でもまあランクインしてるぐらいですか、それなりに広まってはいますから。うん、多分ね、王道というか通じることではあると思う、ね。メジャーなんだね。もうだからこれ結構使い方気をつけないといけないね、多分。気をつけようよ。対象、まあ対象ギャルピアあるだけどもね。うん。あとまあ、あれですか、来日ニュースが止まらないって。また、そうですか、来日ニュースが止まりません。はい。
あの、ちょっと、ま、いろいろ話してはいるんですけども、うん、こんだけね、来ニュースが、来日ニュースが止まらないと、ちょっとキャパいっすよね。もっと使ってきた。完全に。もう、移り変わってないんだ。こんだけニュース届くとキャパい。引きずるタイプなんだね。で、このラジオでね、最近、まあ、数週間前、ブルーノ・マーズの話したり、ジャスティン・ビーバーの話したり、はい、フィンランドのサンタクロースとか、そういう様々なスターがね、こう、来日したことを取り上げて、みんなでキャパくなってるんですよ。使うね。冒頭で。覚えたての人ならではのやつ。まあ、来日した人はね、それね、日本で何をしてるかっていうのを勝手に決めつけて喋ってるわけですよ、このラジオ。なるほど。勝手にね。だからこのラジオ上だとね、ラジオ上だと一応ブルーノ・マーズは新橋でカラオケオールしてて、はいはいはい、切符買ってるし。それちゃんと全部裏取れてるんですか、ね、まあまあこのラジオ上で。上で。まあ諸説ありますけど。あとサンタクロースはそのジングルベルのリリーベでチェキ買いしてましたし。あら、うん。そういうのがまあこのラジオ上ではそうなってるんですけども。だったら今週もちょっとホットな来日情報が来まして仕入れたんですけども、ちょっとオランダで生まれたね、巨大アート。ラバーダックっていうものが、大阪の中之島の道島川に来日したということで、うん、まあ、ラバーダック、多分、その名称だけ聞いたらね、あんまピンとこないとは思うんだよ。ただね、写真とか見たら絶対わかるんですけども、今聞いててわかんない人調べてもらったらわかるんだけど、まあ、俺コートで説明すると、はいはい、お風呂。まあ、昔の銭湯とかね、お風呂とかで浮かべる、うんうん、イメージのある、アヒルの人形、ゴムの。黄色いやつ。そう唇が赤くて。そうザのやつある。ゴム製のさ。空気がプーってなるやつ。そうみたいなやつのさ、アヒルの人形あるじゃん。はいはいはい。あれのめちゃデカバージョン。あ、もう、そっかそっか。もうバカデカなんですよ。もう、想像してるよりマジデカい。あ、ほんと？もういわゆる今俺がやってるやつで抱きかかえられる感じだと思うし。もうマジ船。あ、そのレベル？船みたいな。体ごと乗れちゃうぐらい。みたいなレベルのやつよ、もう。ほんと？そんなマジでバカデカいやつが今日本に来てるらしいんですよ。あ、それは日本に来てるってもうキャパダックですね、だから。また、名称変えていいの？キャパダックが今日本に来てるんですよ。キャパダックが。キャパダックが。そう、まあ、2007年からね。だからまあ15年ぐらい前から、うん、まあ、ずっと世界中を旅してて、そのキャパダックが。本当？で、日本にももうほぼ毎年来て。え、同じキャパダックがずっと旅してる？どうなんだ、それはそこはグレー。もしかしたらあれだけど。だけど、みたいな。でも日本にもほぼ毎年来てるらしいんですよ、一応。そうなんだ。15年間同じツアーを回り続けてるタフなアヒルなんですよ。毎年この時期はこのキャパダックだよね、みたいな。そうなんだ。年明けの俺らのライブみたいな。あ、なるほどね。ルーティン的なね。そうになってて。で、まあ、それがまあ突如街中にね、こう、そのキャパダックが巨大なアヒルの人形をこう誕生させて、人々に癒しとかをこう与えたりするっていうのが目的のアートらしい。ちょっと見に行きたいと思うもんね。多分ね、アートのまあ調べてみたらわかるんだけど、めちゃくちゃほんとでかいやつで。本当。まあ、人集まったりすんのかな？どうなの？結構、まあ、ね、見に行くんじゃない？になってるそういうやつでしょ。それがアートとして、こう、癒しを与えるみたいなものらしい。いいね。え、アートって興味ある？俺は、まあ、美術部だったし、絵も好きだから家に結構置いてるよ。あ、絵飾ってます？飾ってる。アートで言うと絵だけ家に飾ってる。そうだね。まあ、絵が5、6枚あるぐらいかな。なんか、あともうほんと、置物っていうかもう俺はフィギュアになっちゃうから。ああ、そうかそうかそうか。自分の好きなアニメのね。なんかそういう、なんかインテリア的な置物とか置いてないな。あ、まあ、じゃあ絵か。俺も絵だね。絵か。まあ、そうだよね。どんな絵を言ってます？ 5、6枚って言ったっけ？うん。俺は、だからアンディ・ウォーホールさんの、うんうん、バニリン・モンローの、まあまあでかい、まあまあでかい、あ、わかったわかった、正方形のでっかいやつとか、あとなんかね、ネットで買ったんだけど、うん、海外のアーティストさんが、一点物っていうかこう、ああ、本当に書いてオーダーしてから書いてくれる。はあ、なるほど。あ、じゃあ一応その、まあ、キョモと直接会ってはないけど、キョモのために書いたい。こういう感じのが欲しいですって言って書いてくれたのが、うんうんうん、届いて、それリビング飾ったりとかしてるし。あ、まあ、そういうのが5、6枚とか。そう。俺ね、めっちゃ多いんですよ。おうおう、最近も4枚増やしましたし。一気に4枚増えたってこと？うん。だから俺ね、計13枚売ってる。やばいね。展示会じゃん。マジで。そのちょっとブランドのものと、がモチーフになってる。コラボみたいな。そう。あとは、まあ、そのキャラクター、好きな、うん、キャラクターっていうかその作品、映画とかの登場人物のアートと、あとは、あと友達が描いた絵。あ、そう、友達。自分の友達が。そう、友達んち遊びに行った。その友達が絵好きで、うん、で、見て、わ、これいいじゃん、どうしたの？買ったの？どこで買ったの？って聞いたら、俺描いたっていう。あ、友達の家にあったんだ。そうそうそう。描いたやつも地面にボンって置いてあった。で、え、これじゃあ、
買うって言って、お家あげる、家買うって言って、ちゃんとお金払うよ、お金払って買わしてもらって、うん、すごいね。そうで、友達全然画家じゃないのよ。画家じゃないんだ。そう、全然画家じゃない、普通の会社員。趣味で描いただけ。そう、なんか元々絵好きで、なんかその暇な日とかに描いてたらしくて、それがちょうど完成した数日後に俺が家ちょっと遊びに行った、うん、別にその友達からちょっとこの絵どうとか言われたわけ、言われたわけじゃなくて、まあ、うん、なんか嫌じゃん、なんかそのね、才能にお金を払いたかったから、なんか嫌じゃん。なんか惹かれたんだ。そうそうそう。だからちゃんと買いたくてお金払って。上手だったと。そう。よくて非常に。ちょっと街中の風景画っぽい感じ。夕焼けっぽい。うん、うん、を買って。あの、それで俺13万。でもまだ欲しい絵もある。欲しい絵ってある？いや、あるよあるよ。俺も。絵じゃなくてもアートでもいいや。なんかこういうの欲しいなっていう。それこそさ、この前さ、うん、ストーンズで空き時間さ、ちょっとさ、渋谷の街とかお散歩した時に。あの時とかにもさ、ちょっと二人で買おうか悩んだりしてさ、なんだあれ、置物？大きい置物みたいな。でっかい置物があって。フィギュアじゃないんだけど、ちょっとフィギュアっぽい、ちょっと現代アートっぽい置物。その後、うん、これ仕事の合間だったから、持って帰るの大変なんだけど、今日だったら勢いで買えちゃうねっていう。で、今日これを持って帰りたいねって言ってたんだけど、それは配送になるんだよね。配送になるっていうので、やめたんだよね。そう。今欲しかったね、やめよっか、つってやめたんだよね。あったら、ね。だからやっぱ、なんか欲しいセンサーはあんだと思う。そういう。置物とかで。今日バンクシーとか好きそうだね。バンクシーも、だから、いわゆる本物じゃないんだろうけど、そう、バンクシーのやつはトイレに飾ったりして、モチーフになったポスターみたいなね。ポスター系ああ、ね、とか俺もやっぱバンクシー。え、やっぱさ、予算関係なく、なんか、まあ、なんでもいい。なんか叶うっつったら、なんか俺は、家の壁にもやっぱバンクシーに絵描いてほしいよね。あ、もう直で。うん。まあ、確かに、それが正しいバンクシーの。俺んちにいろんな人見に行くんだべ。そういう名所になりかねないよね。だってすごいことじゃない、すごくない、だって勝手に書いてほしくない、もう勝手に入っていいから。まあでもそれがバンクシーだからね。そうだからね、一、うん、回、まあ、近々行くよって言ってくれれば鍵開けとくから。勝手に上がっていいから。まあでもその絵を見てさ、あ、これバンクシーだなって思えるもん、ね、思わない。警察呼ぶ。思わない。多分ね。多分。さすがに、うん。どう見てもバンクシーの絵でも。うん、多分怖くて警察呼ぶ。バンクシー。まあさすがにびっくりするから。うん、あと俺ね、そう好きな、もうこれ雑誌とかで見てないけど、やっぱミスタードゥードゥルって人がいて。何それ？その人の絵が欲しくて欲しくて。画家さん？画家さんなんだけど、なんかいわゆる絵の具とかで描く水彩画とかじゃなくて、なんかその、マッキーとかみたいな、そのマジックペン。うん、普通のマジックペン。そう。こう、下書きとかもなしでビーってこう描いてって、一枚にいろんな絵をバーって敷き詰めて描く。ちょっとこう、なんて言うんだろう。綺麗とかいうよりもちょっとおしゃれでちょっとポップな感じが、そうなのよ。それがマジで欲しくて、ネット探してんだけど、まあなんかオークションみたいなものとかにあるんだけど、うん、本物かもわかんないから、うん、ちょっと手出せずにいるんだけど。なるほどね。俺はこれだからずっとメディアで言ってジャニーズっていうことを大きな力としていつか買いたいんだよ。え、海外の人ってことだよね。そうそう、海外の人なんだけども、そう、それ欲しくて。ほんと、それを真似て、ちょっと、うん、マッキーみたいな、ポスカみたいなもので、こう、人腕書きやったりすると、やっぱ、うまくいかない。あ、真似したりするんだ。するの、やってみんの。俺もできんじゃねえと好きだね。簡単に見えるじゃん、やっぱ、絵描いてる人って。まあ、今日は絵うまいからあれだけども、うまく描けないくてね。やっぱいいなと思う。やっぱ詳しいね、ジュリね。絵描いたりする最近。今日、好きじゃん、絵描くの。俺も、なんか、こうやって現場とかに紙があると、空き時間とかに書いたりするぐらいかな。なんか雑誌で絵描いたりもしてる。雑誌、企画ではね、毎月連載でやってる。そう。キャラクター生み出して毎回描いて。ちょっと、描いたりしますね。これラジオじゃ伝わんないかもしれないけど、ちょっと、でも俺とケモって、ね。ラジオでやることだよ、これ。俺とケモって実は学生の時、高校生の時、席前後だったんですよ。そうそうそう。同じクラスでね。高2？ 高3か？高3か。あの時、うん、席前後で、俺が前で後ろだったんだけど、美術の時間の時に、なんかそのお互いを肖像画みたいの書いてみましょう、前後の人で机向かい合わせになってつって、俺と今日もこう向かい合わせになって、たまたまね机前後だったからつけて、そのなんか30分だか20分だかでお互いの顔を掛け合うみたいな授業やって、しかも結構マジなしっかりした紙に、そうちゃんとした画用紙に書くみたいな、ね、でっかいやつに書いたね、いいやつだったよね。あの時、って今日も結構上手かった記憶ある。俺でもそう考えたら俺ら、うん、年齢重ねたよね。なんか、お互いの顔を描きましょうよ。あれから10年ぶりぐらいですか。そうだね。今、向かい合ってみて見やすいしね。で、マジでボケなしで描こう。オッケー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 。ただ、1分ね。1分、ね、時間もないし。オッケーオッケーオッケー。そんな、美術の違いみたいに数十分撮れないから。あ、そうだね。まあ、じゃあちょっと一回、ね、お互いの顔を今一瞬10秒ぐらい見て、そこから1分で描きましょう。いいっすか。これまあ、1分だから、で、マジックペンだから、うん、まあ修正できないし、うん、それなりに意外に短いと思うぜ。あ、結構早めに書かないと、ね、余裕ぶっこいてると、いい、うん、いいよ。じゃあ今から1分、よーいスタート。
あー、あ、待って待って待って。結構むずい。結構ね、ジュリね、かがむのひどいわ。いやいや、こっちのセリフ。これ、どこを重点として帽子の感じとか全然。どこを重点に書くかなんだよな、目。これちょっと待って。うわー、俺バカだなヘッドホンとか書いちゃってるもん。全然いらないよ。そんな時間ないよ。ヘッドホン。今日もこんな感じだと思う。でも俺結構ね、実は撮影の合間とかも獣医の顔。え、30秒アート。獣医の顔結構描いちゃってんだよね、俺。え、俺の顔？うん。描く機会がある。いや、別に獣医に見せてないんだけど。うん。遠くにいる獣医の顔とか描いたりすんだよね。ああ、今日も。こういう感じだから。あ、ほんと？ねちょっと待って、獣医、逆の顔見せて。ジュリー、逆の顔見して。3、2、1。はい、終了。うわ、マジかよ。これ、俺、別に悪くないと思うよ。で、ちょっと、お互い見せ合う、うん、いいよ。あ、うまいめちゃくちゃうまくない今日も。どう俺の。ジュリーのもう一回見せて。ひどいね。なんかそのもう、大悪党みたいな顔してるよね。人相悪っ。なんか、江戸時代のあの、似顔絵で街中に、うん、あの、指名手配されてるやつみたいな顔してるわ。え、俺うまくね？え、めちゃくちゃうまい。めっちゃ田中樹里じゃん。これお互いの家に飾ろうか、これ。本当に？飾ってくれる？ただ、やっぱ才能をこれ買ってもらわないといけない。そうね、俺もちょっとこれ、お金払ってほしいわ。ちょっと交換しましょう、これ。ただこれ、お金取りますよ。それ僕、俺も取りますよ、もちろん。いやー、これひどいね。やってる。目向いちゃってんもん、目が。さあ、ピッチャー投げました。打った！右中間の一発。これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回すぞ。回ってない回ってないぞ。どうしたどうした？回したいのに回らないの。肩痛くてもう。肩、腰の痛みに貼れば、直に効く。フェイタス。久光。春の高校バレー第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会。全国の予選を勝ち抜いた104校が日本一を目指して熱戦を繰り広げる。来年1月4日から開催。詳しくは春高バレー公式ホームページをチェック。田中樹里です。いや、あの、僕が田中樹里です。あなたは京本大我です。だそうです。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。この時間は久光製薬、ネットフリックスがお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何？肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩、腰の痛みに貼れば直に聞く。フェイタス。久光。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン。気になるあの番組のトピックスをニュース記事で読みやすくお届け。 1242.com からアクセス。12月1日東京有楽町で新しい劇場会いましょうグランドオープン。会いましょう。クリエイティブディレクターの柳井道彦です。ずっと会いたかった、ずっと会えなかったあなたに会うために、そんな思いを名前に込めました。ライブエンターテイメントの新しい拠点、有楽町会いましょうでお会いしましょう。ストーンズのオールナイトニッポンサンタデースペシャル。はい、今夜も生放送ということで、ラジオを聴きの皆さんもメールで参加してください。リアクション感想メールもお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com st@allnightnippon.com。 ストーンズの頭文字を取って ST となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントはstonesannsat、 放送中はハッシュタグstonesann をつけてつぶやいてください。それではメールをお読みしますね。はい、まず最初のメールはラジオネームマーチュさんからです。はい。ジュリリの顔面四五べきでプルクテ尊さギャルピー、意味わかんない。どういうこと？じゃあ組み合わせミスってるって、これどういうこと？俺の顔面が四五べきでプルクテ尊さギャルピー、意味わかんないって。もうじゃあこれ見た目の話、その名前の後に何でも並べればいいわけじゃないの。並べたら褒め言葉になるわけじゃないんですよこれ皆さん。
顔面仕事で、顔面が仕事できて、うん、プルプルしてて、尊さがギャルピー。意味わかんない。もう組み合わせが。じゃ、何でも組み合わせればいいわけじゃないから、これちゃんと意味がないといけないから。ただね、うん、マーチュっていう名前だけめちゃくちゃギャル。これ確かに、うん。ラジオネームのね。うん、続いてラジオネーム、はい。田中推しさんからです。はい。わかりみー。今日のオープニングトーク、わ、うん、かりみー。ジュリしか勝たん。それな。顔面尊すぎて、ピエン超えてパウン。いい波乗ってんねー。お前古くない？いやでもね。いつの？古すぎるの？俺からするとジュリのファンって全部こんなイメージ。いや、ほんとに。いやー、控えめの子もいますよ。こう、ライブでこうね、うん、客席こうやって通りかかるときにいつも思うけど、いや、こういう、こういう感じの人ばっかり。こういう方がやっぱ7割ですけど、3割は控えめで、逆にこういう俺に憧れてる人もいますから。そっかよ。ただね、これね、この田中推しが送ってくれてるのは、今のギャルはどれも使ってない。何一つ使ってないんですか。古いね。ピエンコ、いい波乗ってるね。懐かしいね。いい波ちょっとさすがに古すぎるかな、これは。これ使ってる今の現代のギャルはほとんどいないんで、うん、だからギャルの消費スピードを舐めないでほしい。本当に、ね、早いから。早いね。マジでマッハ。で、また回ってきたりするわけでしょ。てか、下手したら対象が今年こんだけ使われてますから、今年の対象これですの時に、もうそれは彼女、彼らの対象ではない可能性があるわから。うん、もう一月とかで去ってくる。それはもうそのギャルの対象じゃなくなってるぐらいやっぱマッハですから、うん、ギャルは。すごいね、やっぱ。説得力あるわ。でもマジで早いと思わない、うん、早いよ、本当に。若い、まあギャルというか若い子とかも。うん、ただでさえ流行物ってさ、移り変わるの早いけど、ギャル物は。早い、ね。早い。だから特についていけないからね。はい、じゃあ聞いて。さあ、ピッチャー投げました。打った宇宙間マップ2つ、これはタイムになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回そう。回ってない、回ってないぞ。どうした、どうした、回したいのに回らないの。肩痛くてもう。肩、腰の痛みに貼れば。直に聞くフェイタス。応援は力になる。そう信じる青鷲はサッカーのすべてを応援しています。頑張れ、負けるな、力の限り。累計1600万部突破、青鷲コミックス30週発売中。小学館シードコンタクトレンズ。目の不自由な方が困っていたら、お手伝いしましょうかと声をかけてください。お手伝いは不要ですと言われたら、お気をつけてと見守ってください。シードは目の不自由な方の見えるもサポートしています。シードコンタクトレンズ。福田電子は80年以上にわたり日本の医療に貢献してきました。どんなに時代が変わっても、お客様に寄り添った医療を未来へ届けていきます。そして今、すべての医療従事者の皆様に感謝を込めて、医療機器専門メーカー福田電子。僕とかね、そのブルーノワーズの来日公演で一番テンション上がってたのが、ビジョンに映ったね、でかい鳥だったんですよ。鳥タン説あるよね。鳥タンじゃないんだよ。いろんな鳥、いろいろいるよ、鳥って。時間から続くまで言いますよ、いっぱい。あ、ごめんなさい、ね、スズメを。松村さん、鳥の話をするなら、そこはスズメ推しって言ってくださいよ。心のどっかで悩んでたよ、やっぱ。いや、嘘だね。な、これは、連帯責任だね。じゃあ、じゃあ、それで言うと、俺はパスを出したしね。甘いのよ、うん、見たサッカー、うん、センタリングぐらいくれないと、ジャストのね。だから、それで言うと、ジュリのミスだね。やば、やばくないこいつ。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。あと今ね、ごめんなさいね、うん、俺サッカーの話してねえから。やばお前。何してんの。何がなんで CM 中にこっち良かったね。いや、最初手を置いてて何してんのかなと思って、トゥルーさんと俺とお聞くとか向こう側のスタッフで、え、今日もなんか悩んでるみたいなね、下向いてもうなんかこうやってやってるから、え、大丈夫かなってみんなで心配して見てたのが、あなた、落ちてたよね。寝てたよね、あなた。いや。だから今日大変だった仕事も、だけど、うん、いや、もう、俺だってプライベートいろいろあんだよ。大変なこといろいろあんだよ。今日あなた仕事、まあ、うん、振り付け三曲覚えたよね、今日。まあそうだよ。もちろんあれも大変だった。うん、振り付け覚えるのも大変だったけど。夕方からやってる。いや、仕事は夕方から。16時から。俺には人生があるんだから、朝からいろいろ生きてるから。いろいろあっての今日なんだよ、これ。じゃあ、で、まあまあまあ、わかるけど。わーって感じで。そんなさ、
こんな1分やそこらの CM で寝るかな。なんかあんだよ、その俺なりの疲労が。今日そう、その会った夕方からで見ないで俺を。ああそう、その前があるから。その前にいろいろ活動はしてたのね。いろいろあってちょっとそのね落ちただけだから。寝落ちしなきゃいけないほどの何かめちゃくちゃ気になるけどね。びっくりするよね、情緒が。さっきまで普通に楽しく喋ってたのにね。CM の1分で急に寝れるみたいな。でもびっくりした。なんか 俺もびっくりした。悩んでんのかな。言ってくれてよかった。何が？でも今今日もって言ってくれて俺わってなったじゃん。うん、それなかったら始まってた多分。あもう 寝ちゃってたってこと、うん、よかった。気をつけて、まあまあ声かけ見とくようにするけど。見といてちょっとちょこちょこ。気をつけてよ。メール応援しますか。もうびっくりしたよね。最初マジで何かあったのかと思って全員え大丈夫かなってなったんだよ一回。本当それはごめん心配かけて。見て今日は大丈夫かな。今日もって言ったらえ。マジで寝落ちしてたやつの感じで起きてきたから。じゃあメールお願いしますね、はい、ラジオネームマヨーテさんからです。田中正直に言えよ、家に絵を飾ってる話、キョモが6枚って言ったから倍の13枚って言ったんだよ。確かに好きなキャラの絵と友達の描いた絵だけで13枚いくわけないだろ。背伸びすんなよプル野郎。お前ディスってんだろプルイを。プルイ使ってディスんだよ。邪悪な使い方してきた、まあ、ディスってきてるよね、うん、これこれ、これダメだよ、このプルイの使い方は。ギャルが望んだプルの使い方じゃない。でもこれが流行るかもね、今度は。逆にね、こっちね。このプルイが。ただ、張り合ってないしね、別に俺。いやいや、どうだろうね。しかも、絵の俺6って言ったっけ ?5、6枚って言った。5、6つって、うん、で、倍って12じゃん。それより1枚多くしての13だから。なんかごまかそうと。倍以上にしたかったっていうのが、やっぱ、えぐいよね。いや絵の数って別に多ければ多いほどいい、うん、これはもう江口だね。江口さんのレベルが違う。いやいや、うん、本当ですから。だってキョモが来た、キョモ俺ん家一回上がってるっちゃ上がってるもんね。10インチ行った時そんななかったと思うけどな。一応俺全部屋さルームツアーしてもらってで、あそこから、うん、あそこですよ、え、あれから増えたってこと。そう、いやでもベッドルームのとこの廊下の壁に4枚増やしたんですよ、うん、そっか。ってことは俺が行った時にはもう9枚ぐらいはあった。ありますあります。いやなかったよ。あ、ただあとそうか、友達の絵買ったのもあるから5枚増えてる。うわうわ、ちょっとずつで変わってきてるよ。そうそう、いやでもお前、いや写メ送れるしね別に。でも俺もさっきラジオ用で一応言ったけど、うん、本当は15あるからこれでしょ。いやいやいや、このプル野郎は。いやいやいや、プル野郎はこれだべ。マウント取ってるとかじゃない。マジマジ、これが本当の背伸びしたプル野郎でしょ。俺はマジで正規の数を言ってますから。 13? うん、本当 ?13 マジであります。本当にあるんだ、うん、ただあなたの15マジでプル野郎です。それはそれは背伸びだと思うけどな。ラジオ用で 5、6 枚って何よむしろ。あまあでもあそうか、あれか16あったかも。もっと増やせよ。16か、うん、突っ込みづらい微妙な枚数言うなよ。浸水マーク16だね。 16? うん、16な、16なの、まあ、別に俺別に枚数で勝負してないわ。まあ、16でいいや。16絵の質で勝負してるから枚数俺枚数じゃないからごめん。いやいや、もうであなたが先に張り合ってきたの。あなたが先に15って張り合ってきたから、うん、俺も16って言ったけど、はい、続いていきます、はい、続いてラジオネームどっちっちさんからです。ラジオの生放送中に目の前の仲間の顔を描く、これは立派な現代アートです。京本さん、アンディ・ウォーホールみたいにいっぱいコピーして田中樹を壁中に貼りましょう。あ、でもいいかもね。怖いだろ。でもあれって、うん、あの加工あんじゃない、わかる、わかるよ。色違いみたいなのがいっぱいあるの、うん。あれにするだけ何でもアートに見える、本当に。なんか、その、しょうもない絵で、しょうもない絵でも、しょうもない絵でも。あのバージョンにするだけでめちゃくちゃ映える。なに、やったことあるの自分の絵。ない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 。ないのか、あるみたいな言い方してる。ちょっと今度やってみようよ。多分めちゃくちゃ様になると思う。今描いた絵をいかにアートっぽくできるかみたいな。そう、さっき描いたやつをさ、多分色をこう写真加工して、9パターンとかにして、9連みたいにして。そしたらアートみたいになるのかな？なると思うよ。とかなんかこうちょっとなんか1枚だけこう、こう四角くちょっとこう黒っぽくなって。あ、モザイクっぽい感じのやつが。あるよね。これ、そしたらアートっぽく見えんのかな？結局、曲もさ、編曲が大事だったりするわけじゃん。まあね。やっぱアレンジって大事だよ。最終調整がね、大事だったりするけど、俺らのこの絵が、その絵にはな、いや、今日のはうまいよ、別に。ただこの1分の絵がそのアートぐらいになると俺は思えないけどね。まあやってみたいな、俺は。俺は思え。続いて、ラジオネーム、ごまたまごさんからです。今日のオープニングトーク、二人でお絵かきしてなんか平和ですごい良かったけど、田中の才能にお金を払いたいっ
って言葉だけなんかイラッとしました。いや俺もなんかすいません。別にいいよくない風に言わなくても。別に友達の絵置いてんだよねでいいと思うのよ。でもそれをなんかこう、もらったんじゃなくて、ちゃんと俺お金出したよっていうのの押し付けがましさがあった。じゃなんかさ、違うよ。みんな性格悪いよ。なんかもっとさ、その、なんか深いとこまでじゃなくて、素直に言葉を受け取ろうよ、別に。もうあそこで俺、めっちゃ眠くなった。そこでもう慣れたんだ。あれを境にめちゃくちゃ眠くました。なんかラジオからちょっと遠ざかって、もう寝ようかなってなったの。しょうもないこと言ってんなと思って。じゃあ、それで眠くさせたら、ごめん。友達が言うならわかんのよ。いや、実はジュリー君が、お金払ってくれたと。お金まで出してくれたんですよって。そのエピソード自分で言うのみたいな。なんかその、なんか、ラッパーの変なとこが憧れてない？なんかそういう。いや、聞いたことないから、ラッパーの変なところに。いや、なんかその、お金使って男気みたいなところに。いいもの買うみたいなね、うん、そのライフスタイルにね、友達の絵を買った俺みたいなないないですよ。もらったんじゃなくて買った俺みたいな。ないですないです。本当？ないで、その自分に酔ってなきゃいいけど。酔ってないですよ。あ、じゃあいいよ。全然酔ってないです。ちゃんとその絵に惚れたんだよね。みんな違う、もっとこう平和なさラジオにしようよ。なんかそのちょっと今日ね、足元すくい合うみたいなさ、ちょっとこうキャラクターアピールを感じるんだよね。じゃあみんなさ、そのなんか一個何か違う目で俺をさ見ようと、変だよみんな。もっとピュアな話をやろうよ。ピュアな、本当にいいラジオ、視線度のいいラジオやろう。ちょっとここからね、心がける。俺がね、事前にそのことを喋ろうとして練ってたのあれだけど、その場でバーってね、あれ、それをそのまま受け取ってほしいね。俺は別にそうだよね、そういう自分の別に作った話でもないし、ちゃんと思って気持ちで言ってんだもんね。なんか細かく説明されると話しない。詳細を虚無から述べられるとなんか照れくさくなってくるから。まあ、事実だもんね。事実だ。やってるんだけども、その事実なんだもんね、みたいな。それもやめて、なんか。もういいから、ね、これをなんかその、まあ、事実やね、みたいに言うとなんか恥ずかしくなってくるじゃん。こんなこと言ってたな、みたいな思っちゃう。事実ね。これ事実ね。嘘みたいになるから、それ。なんか最後の、お前本当のこと言わないんだな、みたいな。友達と合わせてないよね、裏で。いや、合わせてない。お金出したことにしといてくんね、みたいな。いや、してないですよ。やってない？その、お前もうほんまに白状しないんだな、みたいな。最後に。お前いいんだな、バレてもいいんだな、みたいなスタイルやめて。じゃあ、本当です。本当。大丈夫です。ならよかった。はい、じゃあここで、はい、日本放送と僕たちストーンズからのお知らせです。僕たちストーンズ、日本放送が毎年行っている大きなキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソンを今年も担当します。1975年からスタートしたチャリティキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン。目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするこのキャンペーンは、今回で48回目を迎えます。今年も12月24日土曜日正午から翌日25日日曜日正午まで24時間の特別番組を生放送でお送りします。メインパーソナリティは一昨年そして昨年に引き続き僕たちストーンズが担当させていただきます。放送に先駆けですね、今年もリスナーの皆さんからメールでミュージックソンに参加してもらいたいと思います。メッセージのテーマは今年のキャッチコピー、夢を力にちなんで夢です。いつか叶えたい夢とか、夢のために頑張っていること、あなたが思う夢の社会、夢が叶った夢を諦めたとか、誰かの夢に勇気をもらったみたいな夢にまつわるいろいろなエピソードを送ってください。番組メールアドレスが違いますのでご注意ください。受付メールアドレスは 48@1242.com 48@1242.com です。内容によってはですね、スタッフからお話を聞かせてもらいたい場合がありますので、電話番号も書いていただけると助かります。メールの件名は夢でお願いいたします。たくさんのメールお待ちしております。そしてこの24時間特別番組に関してはハッシュタグミュージックソンをつけてつぶやいてください。ミュージックソン当日はですね、早朝深夜問わずこのハッシュタグとなりますので、皆さんよろしくお願いいたします。そしてですね、自宅からでも参加できるチャリティー企画、日本放送第48回ラジオチャリティミュージックソンの LINE 公式スタンプが昨日から販売開始しましたということで、まあ今年もですね、クリーピーさんとかペコパさんとか、サンドウィッチマンさんがご協力いただいて、まあ僕たちの入れましたよ、6人だったり、2人とか1人ずつのもありますし、今回も豊富ですよね、いっぱい。もう使ってますよ、結構使ってる。俺もね、使い勝手いいもの。そう、てか俺な、家族がもう何も言わずにポンとやその家族の LINE とか送ってきてくれて、登場してる。そう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 。あと
あの振付師、今日振付やった振付師とかも LINE してたら送ってポンって送ってきて、そう結構ねみんなね買ってくれてるみたいで、あの皆さんもねぜひよかったら、うん、これが応援することにもなりますし、まあ使いやすいと思います、ね、俺とジュリのペアもあるね。なんだっけペアの大丈夫って書いてある。ああ、はい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 、ありますね。あとはいいっすねこういうの楽しいね。うん、これはどれがいいかな。俺どれお気に入り、これどれだろう今日の。でも慎太郎のやつとかも慎太郎のまんまじゃん。ご飯行こう、ご飯行こう。いいよね、普段の慎太郎だよこれ。あ、俺、あと、これもいいなぁ。サンドさんのもいいね。サンドさんのもいいなぁ。あ、これか。うん、虹です。お楽しみください。とか。ああ、結構いろいろありますよね。皆さんぜひよろしく。使いやすいと思います。いろいろパターンもありますので、うん、さっき言ったようにね、僕たちストーンズだけじゃなくて、サンドウィッチマンさん、そしてクリピナスさん、ペコスパさんも参加してくださってて。あのソロバージョン、集合バージョンとかもありますので、期間限定になってますので皆さんご注意ください。そしてこの売上総額からですね、各種決済手数料を差し引いた金額が日本放送ラジオチャリティミュージックソン実行委員会を通じて、各所の支援に充てられます。 LINE 公式スタンプをはじめ、ぜひキャッシュレス募金を中心に引き続き皆様からのご支援ご協力をお願いいたします。そして募金の詳しい方法や番組の情報はミュージックソンのホームページをご覧ください。それではメールをお願いします。ラジオネームみーさんからです。今日日比谷公園でやっているクリスマスマーケットの後、有楽町丸井にてミュージックソンのコーナーに行き募金してきました。たくさんのコメントが書いてありましたよ。障害福祉従事者としていろいろな人に困っている方々のことを知ってもらえるきっかけになったら嬉しいなと思います。ミュージックソン聞きます。頑張ってください。ということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕も、はい、ラジオネーム、プチポンさんですね。はい、地方住みですが、うん、先日東京へ行く機会があったので初めて丸井の特設ブースへ募金をしにお邪魔しました。スマホからの募金はしてきましたが、初めて行った特設ブースで皆さんのメッセージを読み、一人一人の力は少しずつでも集まれば大きな力になることを実感しました。ストーンズがミュージックソンのパーソナリティになってから、音の出る信号機や、盲導犬、白杖を使用している方をさらに意識するようになりました。うん、はいはい、今年も一緒に学んでいきたいです。ありがとうございます。嬉しいですね。うん、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでここで一曲聴いていただきましょう。ストーンズでシンガロング。
局の途中ですが、ここで電車の情報です。人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 中央線快速と中央総武各駅停車は、先ほど午前0時6分ごろ全線で運転を再開しました。この影響でダイヤが乱れています。ご利用の方ご注意ください。電車の情報でした。お聞きいただいたのはストーンズでシンガロングでした。はい、僕のフリートーク。はい、どうぞ。僕12月の3日、うん、誕生日だったんですよ、うんうん、で28歳になりまして、28か、はいはい、で前日夜からさ、うん、ポケモンのゲームの話とかでさ、ジュリと LINE してたじゃん、うん、あ、してたね、うん、でそのままの流れで、うん、まあ、12時超えて、うん、おめでとうな、送りましたね。うん、で、まあ、ジェシーとか、うん、まあ、コーチとかさ、うん、あの子たちもいつもくれるんだけど、あ、はいはいはい、あの、おめでとうって連絡くれて、うん、で、次の日朝から、うん、トラビスと一緒にさ、振り合わせとかあってさ、ありましたね。朝、まあ、割と8時とか9時とか早かったんですよ。うんうん、で、現場着いて、うん、で、まずストーンズがいたのかな、うん、で、なんかみんなの第一声が、おはよう。うんうんうん。だったんだよ。まあまあ朝だからね。まあまあまあ朝なんだけど。うよ、まあ、朝なんだけどって話で。うん、まあおはようだったんだよ。うん、で、あ、まあまあ、まあ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 と思って。まあ、うん、まだみんな頭も回ってないし。まあ、朝早くてね。まあみんな眠そうに、うん、まあまだ口数もそんな多くない時間帯だから。うんうん、忙しかったしね。うん、と思ってたの。うん、で、そっかトラビスがわー、わんさかわんさかいてさ。うん、トラビスは、シメ、うん。シメかけ。とか、あと、マツク。うん、マツクラ。とかが、うん、12時超えたぐらい、寝る前に、うん、おめでとうございますって連絡くれてたわけよ、うんうん。だから、あ、トラビスもきっと、俺の顔見て言うことあるよな、と思ってたわけ、うん。ああ、まあ、リハ一緒だし。そうそうそう。うん、したらなんか、みんなおはようって言ってくれるわけ、うんうん。まあまあまあ、朝だしね。で、マツクラも、おはようございます。うん、お、まあ、第一声、もうそこおはようございます。ね、まあ、うん、挨拶は確かにそうか、おはようって言って。うん、で、なぜか、うん、締めかけが、うん、こう、まあ、二グループ番組のためにさ、振りを合わせましょうってなって、うんうんうん、で、いざ、こう、鏡の前行った時に締めかけが、うん、あ、そうだみたいな。うん、タイガー、おめでとうって言ってくれたの。うん、で、俺そこで、一つ俺の中で、崩れて。うん。俺の中での可能性が、うんうんうん、っていうのは、あ、これは、まあ、トラビスとか、うん、まあ、ストーンズが事前に、まあ、マネージャーを通してなのか、うん、ちょっとキョモに例えばサプライズしようよ、なるほどね、よくある、はいはい、あったけどおめでとうってまだ言わない、とりあえず言わない、うん、サプライズがあるからみたいなね、だからまあ、とりあえず今はみんな我慢して、うん、おはように切り替えてんのかなってっていう俺のサプライズの可能性ね、読みがあったわけ、はいはい、でもそれを、まあ、シメがおはようって言ったことで一瞬崩れたんだけど、うん、まあ、でもシメだったら天然だから、うん、あの、おめでとうって言っちゃうんじゃないか、そう、うん、間違えて口走って言っちゃったんじゃないかなと思って、一人だけだったし、でなんかそれをちょっとそばで松倉とかも見てたのよ、うんうん、で完全にそのおめでとうってワードは聞こえてたはずなの、はい、耳に入ってると、でもしリアルな世界だったらこれが、うんうん、それを見て、あ、そうだそうだ、あ、今日もさん、おめでとうございますって、こう、便乗おめでとうが、こう、ワンサかワンサか連鎖していくはずなんだよ。うんうん、でみんななんか、横目で見て終わるみたいな感じだったから、うん、あんま確かにおめでとうってなんか。これじゃあ、本当にサプライズで、うん、なんか振り付けちゃんと合わせた後に、あ、なんかあるんか。よくある、ティンティティン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 、あ、音流れるみたいな。
なんかこう、インスタのなんか、ストーリー用とか、なんかトラビスとソンヌのインスタに載せ合う流れかなとか思って、だとしたら俺ちょっと髪の毛ちょっと前髪ちょっと直しとこうかな。さすがにインスタ綺麗な、100万人で見るし、なんか綺麗な状態で。準備してたんだけど、振り付け終わって、たらなんかトラビス次の仕事ありますとか言ってすぐ出てっちゃって、うん、で俺らもリハあったもんね。そのままでストーンズもその後移動して、うん、で一日中だったじゃない、うん、で3時か4時ぐらいにやっとジェシーが、うん、あそうだタイガおめでとうって言ってあポロッとそう、うん、でそれを見た、まあ、ジュリーが、うん、まあさっきの連鎖パターンで、うん、こうみんなあそうだそうだおめでとうおめでとうってなってくのかと思いきや、うん、まあなんか、ジュリが言った一言が、うん、あの、まあジェシーがね、うん、そう、タイガーおめでとうって言って、うん、なんか、ジュリが、じゃあ夜インスタ撮るか。言いましたね。インスタ撮ろうって提案してこんなの撮ろうみたいな。言ったわけですよ。じゃあインスタ撮ろうか。俺でも肉声のおめでとう聞いてねえぞと。LINE で、おめでとうって、まあ、確かに。送りましたよ。でも、まあ、12時1分2分に送ったよ。俺もね、あるんすよ。その、LINE とかで送って、満足しちゃうこと。もう直接言った気になっちゃう。ってあるんだけど、多分、ジュリーの中でも、あ、俺、直接はまだ言ってないやって、多分、ジェシーのそこで気づけたはずなんだよね。あれ、俺言ってねえぞと。まあ、今、ジュリーがいるから、ジュリーに、ターゲットにしちゃってるけど、はいはいはい、みんな言ってないわけ。まあ、ジェシーだけってこと？そうそうそう、メンバーで言うと。うん。だから、ちょっと、一つ聞きたいのが、うん、サプライズはっていう。いや、な、まあ、サプライズ。いや、でも。なんかこう、28歳って、まあ、そんなね、節目でもないし。まあね、うん、30控えて、まあ。微妙な年齢なんだけど、うん、やっぱりこう、当日仕事ある場合はさ、うん、楽しみにしちゃうわけよ。あーなんかケーキ出てくんじゃねえかとか。なんかあんじゃないかと。まあ、ケーキあること多かったよね、うん、今日もっていう。俺多かったんですよ。リハバでケーキ出したりしたよね、去年もね。で、まあ、ライブ中とかでもあったかな。いや、ホールツアーの時とかもやってもらった記憶あるわ。とか、あってのないだから。これってどうなのっていうのは、やっぱ俺は、ちょっとモヤモヤしちゃったんだよね。はい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 、あ、それがちょっとモヤモヤがまだ残ってる。モヤモヤが、残ってて、うん、で、まあ、フリートークって、まあ、近況とか話すからさ、うん、まあ、せっかくだったら、じゃあこれ。まあ、誕生日もあったしと、ジュリーにちょっと聞いてみようかなと思って。まあ、まあ、インスタに載せるってことは、まあ、非常にいいじゃない、それは。まあ、もちろん、もちろん。ファンの人と共有して。ただ、まあ、経緯はありますよ。経緯というか。何ですか？まあ、なんかその、サプライズみたいな話もやっぱ出ました。あ、ほんと？はい、出たっていうのは、正直言うと、うん、メンバーからは一言も出てない。ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと？どういうこと？いや、誰から、まあ、その前日も、まあ、僕たち多分夜中まで仕事してると思うんですよ。してたね、うん、してた。多分してたと思うんです、うん、一日。その時に、多分朝現場入った時に、マネージャー、丸坊がね、はい、ジュリさんちょっといいですか、うん、って言って、何？って言ったら、明日京本さんのお誕生日なんかされますか、うん、なんか準備しますか、うん、インスタあげますよね。あ、インスタあげるみたいな。じゃあなんかケーキとかをご用意したりとかはしますって言われて。いや、大丈夫。いや、俺ね、まあ、今回、まあ、当事者というか被害者というか、俺が、そういうポジション、被害者ポジだから、被害ではないよ。被害者ポジだから一応言わせてもらうけど、ストーンズって、うちのマネージャーって結構、まあ、寝坊もたくさんしますよ。だけど、意外にそういう、イベント系とかを、マネージャーからそうやって振ってくれることは結構あるじゃん。まあ、愛情あるからね。ストーンズさん、ちょっとこれやってみませんか？なんか、提案してくれること多いよね、うちのスタッフは。でもほんと、うちのグループ、断りすぎ。マジで。めんどくさいんでしょ？いや、ちょ、なんか、あ、いいよ、それ、やんなくて。そこまでやんなくていいよっていう、ワード普段からめっちゃ聞こえるもん。一緒にいて。いや、なんか。あ、やんないんだって。いや、まあまあ、理由も、俺ちゃんと言いましたよ。何？理由なんだったの？いや、まあなんかそのリハバだから、まず髪ボサボサじゃん、朝だし。うんうんうん、で、またみんなレッスン着だし、うん。まあそこで写真を撮ってもしょうがないから、その後さ、なんかあったじゃん、その日はね、歌番組だった。ああ、そうそう、歌番組の現場で、メイクしたら、なんか撮るかもしれない。でも時間ないんですよね。あ、なんかあったね、あったね。時間ないんですよ、みたいな。他の、こう、動画撮ったりとか、うん、確か TikTok の動画も撮ってたね。撮ったね、撮ったね。うん、
とかもあったから時間ないんですよ、ね、うん、時間は確かにタイトだった雑誌とかもあったし、うん、コンサートリハもやってたし、だから時間ないんですよ、だからやるならリハバしかないです、うん、あーじゃあいい、なるほどね、その、そうそう、一応俺もアイドルとしてのビジュアルクオリティも考えての、そうそう、俺も別にそれ、うん、だからその、それを全部込みでいいって言った、うん、それを、ね、その意味を踏まえて、うん、だからそのもちろんそれ、そういった事情をなんかこうマネージャーも言ってきて、うん、でまあそれでまあじゃあいいやっていう経緯には至りましたけど、ただそのメンバーは誰も多分提案はしてないし、うん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 、ただその他のマネージャーも一言も言って、うん、多分丸棒だけやりましょうよって言ってきた、うん、まあじゃあ言い訳はそれだけってことね、まあ今回の、うん、まあ言い訳というか言い分ですね、俺ジュビの誕生日来年めっちゃ祝っちゃおう。どう今のが終わるの、めっちゃ俺がお祝いして罪悪感感じさせちゃう、ね、寝てる、まあ、寝がといな。この時間は久光製薬がお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな、天は二物を与える、神様は不公平だね、まあ俺も二物もらってるけどね、何と何、肩こりと腰痛、不公平すぎるよ神様、肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。箱根の自然とダイナミックな彫刻たち、アートチャージしたくなったら箱根彫刻の森美術館。物語の主人公はオールナイトニッポンのラジオリスナー、山本周五郎賞受賞の青春小説明るい夜に出かけて、出演はセブンメン侍の今野大輝、アンガールズ山根、鈴木杏樹ほか。オールナイトニッポン55周年記念企画、舞台明るい夜に出かけて、詳しくは公式ホームページをチェック。青山吉乃と前田香織、金曜日のしじみポッドキャストで配信中。京本大我のオールナイトニッポン。お待たせ。嫌だなぁ、ウォーから始まる。 FM93AM1242 東京有楽町から生放送でお届けしております、はいはいはい、ということで早速メールを紹介していきましょう。声ちっちゃ。ラジオネーム夜は踊るよさんですね。声がちっちゃいって、京本さん28歳の誕生日おめでとうございます。あ、お祝いしてくれるってって嬉しいですね。持ってるよこの足。京本大我のオールナイトニッポン、いつも楽しみに聞いてます。え、京本さんは誕生日は何をして過ごしましたか、これからも末永く続きますようお祈りしてます。誕生日は何をして過ごしましたかってことで、まあなんか繰り返しだよ、誕生日がね、こうあいにく休みというか、まあ嬉しいのかな、まあ休みってこともあると思うんですけど、まあ、この日はたまたま仕事がしっかり朝から夜、まあ夜中まであったのでね、まあこう見えてメンバーがいるんですよ。なんでまあメンバーと一緒に会うってことはみたいな、まあね、そんな昨日今日出会ったメンバーじゃないですから、やっぱ結成で言ったらもうね7年8年で、まあ、ドラマ一緒にやった時か考えたらもう10年近い、10年以上の歴史がある中で、まあ、6人で一日中いるわけだから、うん、まあ、そのどこかでなんかあるんじゃないかな、なんかあるんじゃないかなって思いながらね、まあ、誕生日は無事に終わりましたと。なかったってことですね。まあ、理解しちゃうか、この質問すると誕生日の。まあこれもね、まあ一つの誕生日のあり方というか、まあ、別に気にしてないです。全然気にしてないですけど、持ってるよこの人。まあ本当にそのやり方でいいのっていうのは、まあ俺らに問いただしてるわけ、うん。まあ、まあでも誕生日って一度きりじゃないんで、まあね、次からね、まあ、来年以降。まあ、もちろんこんなことを、こんな仕打ちを仕打ちって言わないで、いいじゃん、与えたならばちゃんと次は考えてもらいたいところでございますが、引き続き次作るかもわからない京本大我への普通オタを募集中でございます。
受付メールアドレスは cs@allnightnippon.com cs@allnightnippon.com、カオスソルジャーの頭文字を取って、cs となってます、懸命に京本大我と書いて送ってください、はいはいはい、ということなんですけれども、それではちょっとねお待たせしすぎてしまったかもしれません。もう何がですか、ゼロ監督トマトニュースというね、まあ本当にとても好評だった 大企画があの最後第3、フィナーレを迎え、ひどかったね、次どうなるのと、この京本大我のオールナイトニッポンどうなっていくのと、早くタイトルをしろ、言われて、長いってもで、まあ、あの前回ねこう、まあ、ちょっと触りだけでもということでちょっと例文みたいなことを、言わせていただいたりとかして、そこ喋りすぎだよ。で、まあ、喋る人いない、次はこういう企画が始まるんだよっていう本当にそのイントロみたいなものを長いって前回そこの前振り楽しみにする人いないか、前回というか前々回になるんですね、実はタイトルコーナー僕が来た前々回で、まあ、やらさせていただいたんですけれども、なんとその次僕が来た時に、それがスルーされて、京本大我のオールナイトニッポンがなかったので、良きところでって書いてある、まさかのその新企画が、飛んでしまったと、良きところを通り過ぎてる、だいぶねちょっと最悪なゾーンがフェイントというか、待ってた皆さんからしたら、え、まだやってくれないんだ、トマトニュースの次、今週のトマトニュースの次楽しみにしてたのにっていう、え、ね、君さ、そういう声が、一部どうするつもり、すごい殺到したと思うんです。あなたやるでも安心してください、ちゃんと、前回前々回の時に、発表した新企画、しっかりこれから、今日やらさせていただきたいと思います。一人で喋らせていいのか、一部これ、ついに、タイトルコールをさせていただけるというのでもう5、6回聞いてもういい、分かって、まあでもここまで聞いててね、タイトルコールを盛り上げなくていいんだよ、どんな企画なのと、その前々回の時に僕がワクワクさせ、企画の触りを、まあ、例文というかそういうことをやった時を聞いてない人からしたら、うん、いやいやどんな企画か分かんないよって今多分みんな、ちょっと混乱状態だと思うんですよね。あの、なので長い、ついにどんな企画なのかも含め、まずはですけども、タイトルコールからね、新企画のタイトルコールから、まず発表、まあ、改めて発表させていただきたいなと、あなたはどういうの一部をやるんだよ、思います、ね、この企画はね本当にこれからも長く続けていきたいなっていうふうに思ってますので、頑張る、頑張るので続いたらいいね。だからこんなことやってるよ、もう今日が最後だよ。日々カオス。タイトルコール、タイトルコールってこんだけ貯めたらわーって言うんじゃないの。日々カオスやみたいな。君は君であり、僕は君ではない。何その喋り方。そのことにいい加減気づいたらどうだろう。何その最初の名言みたいなエコーの入り。京本大我です。もう本当に分かってますよ。丁寧に言わなくても分かってます、最初に、混沌の中に生きる男京本大我が、日々の生活でどんなことを言っていたのか、まあ、見ていた方にこう報告してもらい、はい、京本大我という人間、あ、はいはい、これですよ、京本大我という人間の理解を深めようというコーナーになっています。そのコーナーのタイトルをね、タイトルコールをちょっとしたいと思います。もういいよ別に、もう聞いてるさっき。何を隠そう、日々カオス。さっき聞いたってこれ。じゃもう一回、もう一回のシーラーかかってるから、パーフェクトが。あなたに会えて。違う歌歌わない方がいいよ。本当に違う歌をかぶせちゃってるから。よかった。嬉しくて、エロジーランと今日も嬉しくて言葉にできない。エロジーランと違う歌をバックミュージックに歌ってる。あなたにあなたにラララララララ言葉にできない。裏でヘッドシーを歌ってるの気づいてないです。
を聞かされてるのこれ今何が起こってるの抽選やり直したらよくない一部のミュージックソングだけど一部の抽選ということで京本大我です。知ってるって混沌の中に生きる男京本大我が日々の生活でどんなことを言っていたのかっていうのをちょっと報告してもらい聞いた聞いた京本大我という人間の理解を深めるコーナーね聞いたよ聞いた。それでは紹介していきましょう。もうそれを紹介しようメールディスティニードローいらないってそんなメールもらうコーナー行くまであなた7分かかってる。東京都のラジオネーム牛乳さんスーパーの果物売り場にいる京本大我、うん、冬でもスイカ食わせろよ。I found a love. 何よ。ああ、これ見られてたんか。いやいや、あの言ってたんです。これ恥ずかしい恥ずかしいっていうか。食いたかったんだね。もどかしいもどかしいな。最低野郎ですよね。いやでもね、俺は本当に思うんですよ。スーパーのまあ、果物売り場、まあ、果物ってね、こうスーパーなんだからいっぱい品揃えが揃ってるべきだと思う中で。時期があるから。冬に冬だからってスイカないのは甘えなんじゃないかなっていうのは、ね、収穫できないからしょうがない。これでもね本当全然人柄は悪くないんですけど納得いかないこと口に出ちゃうんだよね納得できるよそれは。いやあれ見られてたんかな。時期じゃないから、まあ、でも確かに冬は毎回言っちゃうからね。まあ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 、ね、ちょっと見られてたんだったら気をつけたいと思います。続いてドローしかもドローを言ってから絶対メールに渡すのこれ別にちょっと早く渡せばいい。ラジオネームジミーさん、レシートいりますかと聞かれた京本大我、うん、今両手塞がってるんで口の中入れてもらっていいですか。やだちょっと待ってよ、なんか態度悪い。ここまで見られちゃったってんだったらちょっと話変わってくるな。なんかその態度悪いとかじゃなくて汚いよ今の。いや確かに。いやでもね俺レシートいりますかって結構聞かれてるからこれどの日だろう。あそんな毎回のように口に入れてもらってんだ。どの口の日だろう。じゃあ先にレシート受け取ってから荷物持てばいい。結構ね俺そういうとこあるんですよ。なんか人ってまあ両手しかこうね便利に使えないって思いがちなんですよ、まあ、物を持つ時もそうだし、レシート受け取る時も、まあ、手しかないと思いがちなんだけど、まあそうだね、気づいてないって、ここにもう一個あるよっていう口はまた別の場所ですか。喋ってそれをなんかこうコンビニだったらコンビニの店員さんがもう先に刺して口に先に入れてほしい。聞かないでもいいからもう先に口に突っ込んでほしいなっていうのは。そうか俺言っちゃってたんだねこの日も。いや言わない方がいい。まあ気をつけますね次から。あ戸惑うしてもう早いね。まあ新企画なのに次の3枚目のメールで最後になります。あなたがコーナー早く行かないから。早くコーナー行けばドロー。ラジオネームテヘベロンさん、ドンキホーテに来た京本。まあ両手しかこうね便利に使えないって思いがちなんですよ、まあまあ、物を持つ時もそうだし、レシート受け取る時も、まあ、手しかないと思いがちなんだけど、そうだね、気づいてないって、ここにもう一個あるよっていう。え口はまた別の場所ですか。喋って。それをなんかこうコンビニだったらコンビニの店員さんがもう先に刺して口に先に入れてほしい。聞かないでもいいから。もう先に口に突っ込んでほしいなっていうのは。そうか俺言っちゃってたんだねこの日も。いや言わない方がいい。まあ気をつけますね次から。あ戸惑うして。もう早いね。まあ新企画なのに次の3枚目のメールで最後になります。あなたがコーナー早く行かないから。早くコーナー行けばドロー。ラジオネームテヘベロンさん、ドンキホーテに来た京本大我、野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。
公平すぎるよ、神様。肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。信用金庫のイメージキャラクター、咲坂美和です。信用金庫は全国に約260、北海道から九州沖縄までの全国ネットワークを生かしながら、お客様の夢の実現や地域の発展をお手伝いしています。ほら、あなたの街でもつなぐ力、私は信用金庫です。新金箔。木曜深夜1時からはラジオペ、こちら青山プレッパー広報部。12月15日の放送は僕、堀海人が MC を担当します。出演はこの2人、木山龍です。岩崎優雅です。ピエナとファルトのメンバー3人で青オペの未来について語り合います。お楽しみに。東京都千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。小規模事業者の皆さん、会社や商品の魅力をラジオで大々的に PR しませんか？このように CM を放送したり、番組に出演して商品やサービスを紹介したり、ABC ラジオが特別プランをご提案。中小企業庁の小規模事業者持続化補助金を申請し採択されれば、3分の1の費用負担で広告を実施できる可能性があります。通常枠の補助金額は最大50万円、また最大200万円が補助される特別枠も新設されました。詳しくは ABC ラジオのホームページをご覧ください。しますね。まず最初はラジオネーム、おさげかじり虫さんからです。いい。京本大我のオールナイトニッポン日々カオスに行くまでの流れ、あまりに鮮やかで感動しました。この1年間でラジオを一生懸命勉強したんだなってのが伝わってきました。嬉しい。来週のオールナイト一部、あっという間に終わりそうですね。そんなわけねえだろ。そんなわけねえだろ。全然鮮やかじゃねえよ。よく聞いてくれてるリスナーいるんだね。だらだら同じとこ足踏みして足踏みして、本当にラジオの勉強本当にしてんだよ。自回りしてよ、ま、ようやく来て、いろんなラジオ聞いて勉強してるから。あなたこれみんな心配してますからね。あなたの一部、ん、あなたの一部、そのミュージックソンの中の一部、はい、9時で一部京本大我ってなった時、長浜さん頭抱えてたからね。ワールドカップで自分が応援してる国が点取られた時みたいに、あーってやってたから。まあでもここだけの話、俺も頭抱えたよ。だって知ってるこの人、俺にブチギレてたからね。お前仕組んだだろとか。リアルタイムでなんかトレンドで見てさ、うん、俺が決まったことそれで知ったんだけど。はいはいはい。順位 LINE したもんね。そう、キレられたから俺。仕組んでんだろ、うん、ありえねえよ。俺は絶対やらせたっつってね。そう。めちゃくちゃ俺キレられた。なんでまた俺なんだっつって。違うよ、ちゃんと見たよって6枚入ってたよっつって。そんなん信じられないじゃない、うん、この場にいたら多分、リアルだってわかんないけど、うん、北斗と俺が入れ替わっただけですって言われても納得いかないよね。それはさ、そんなことが起きるのっていう。それはさ、前回のさ、まあ、2部やった時とか、ちょっと怖、いろいろね、悲惨なものだったから、今年もちょっと嫌だっていうのもあるわけでしょ、自分の中で。まあまあまあ、もちろん。なのになんでさ、さっきみたいな、あんなラジオしちゃうの？いや、だから、これでいいんだよねってこと。こんな俺を。お前、俺これだけど一部で本当にいいのかと。最後の抵抗。なるほどね。もうジャッジするなら今だよって。なるほどね。お前らやばいやろと。うん、やばいと思ってんだろ、やったら変えないとダメだぞってこと。うん、もう言ったからな、もうこれはもう。俺はこんなラジオしかできねえぞってことね。俺からのアピールはもう終わったから。なるほど。これを踏まえて、もう一回。口は引いたけども、お前ら吟味しろよって、ね。もう一回精査してもいいし、それも任せます。考え、ね、その代わり、これで行くならお前の責任取れよってことですね。俺はもう言ったから。俺は別に前のめりじゃないことも伝わってるはず。俺は提示したと、自分の実力を。もうそれはもう去年でもまず見せてるわけで。そう。だからお前ら忘れるな、ね、俺はこれだぞっていうの、もう一回ね。うん、見せたけど。なんでもその、くじで決まったから、その通りにっていうわけじゃなくて、うん、揉み直すことも大事だと思う。なるほど。別にくじはもう撤回しますと。うん、そんなのやっぱ、リスナーも納得すると思う。なるほどね。うん、こんな気になったらね。はい、続いてラジオネーム、赤い主催者さんからです。ずーっと何やってるかわからなかったのですが、京本さんは人間味がありつつも、格が違う深みのある人物だということは分かりました。再来週も楽しみにしてます。そんなことないよ。いや、そうなのよ。格が違う、深みないだろ、全然。浅瀬だよね、めちゃくちゃ。深みもあるし、うん、広いんだよね。
全然あなた狭くて浅いですよ。いやいや広いのよ本当に。水たまりぐらいでめちゃくちゃ浅いですよ。視野広いのよ本当に。その水たまり一生懸命バチバチして遊んでるみたいな感じですよ。続いてラジオネーム、はい、キョモメロ推しさんからです。キョモメロくん、ジュリリのファンにギャルが多いとの発言がありましたが、言いました。キョモメロくんは我々をどんな風に思ってるのかな。我々は君のおへそが好き。君のおへそに魔法陣を描きたい。え、我々は君のおへそに魔法陣を描きたいんだよ。何、キョモメロくん。怖すぎるだろ。怖いだ。え、これ何、ジュリファン。ええー、キョモメロ推しですよ。キョモメロ推し、うん、だから再来週あなたこう変、ね、あなたがラジオやってこういう人がいっぱい聞くっていう。そういうことか。すっごい嫌な時間になりますよ。これもバトルだな。変な時間です。そうだね。妙な時間になりますよ。ちょっと覚悟しないとな、うん。これ聞いてる人も大体変だからね。うん、おへそについてメール来るよ、あなた。ほんとそうだよ。今おへそどんなんですかみたいなのとか、まあほんと、そんなにおへそのメールたくさん来ました。なんか知らないけど答えられそう。ああ、なんか、このメールを読んだ上でこういうリスナーがたくさん来るって踏まえて、うん、ビジョン見えてるなら、それでいいですけど。ビジョンは見えてる。うん、多分スタッフはより頭抱えてますよ。これ終わったわってなってますからね、みんな。はい、じゃ続いてラジオネーム、やすしさんからです。先ほど、キョモメロ氏から、うん、ジュリのファンはギャル語ばかり使う人間だという聞き捨てならない発言があったが、我々ジュリリのファンを舐めないでいただきたい。我々ジュリリファンのリーダー、ヤス氏は、ジュリリの一存を推している。ジュリリを否定することも肯定することも我が輩は許さない。ジュリリ、そこにいるだけでいいのだ。しかと理解してくれ。それでは失礼している。失礼する。癖強いな。俺が担当してた子になってた、ね。うん、まあでも、ジュリのファン、さっきその、全部そのギャルっぽいよねって言ったけど、うん、ちょっと言葉足りなかった。うん、ジュリのファンは、ちょっと古いギャル。ちょっとね、古い。ただ、俺、自分のファンのリーダーがヤスシっていうことは、俺は初めて知ったけどね。俺いろんなファンいますよ。うん、まあ、そういうギャグっぽい。ファンリーダー知らなかった。うん、落ち着いた子供もいるし、うん、年上の方も、まあ、ちっちゃい子もいるけど、まあまあまあ、それはね。それの全リーダーが俺、ヤスシで生き様をされてるっていうのを俺あんま存じ上げてなかったんだけども、ヤスシみたいなのが、まあ、いてもいいけどね。もちろんいいけどね。もちろんもちろん。うん、ただダメと言っていいですよ。ヤスシがリーダーっていうことは知らなかったです。でもなんか、その、ローマ字表記でヤスシだったらイメージはあるよね。いやいやいや、ひらがなです。ひらがななんだ。うん、ひらがなです。ひらがなですね、これ。ラジオネーム書いてある。ひらがななんだ。うん、だから、それはちょっと。俺は知らなかったですよ。そのファンのを統括してる人物がいて、その人がヤスシって。それは知らなかった。でももう一周回ってギャルなのかもね、ヤスシっていう、ワードさえも。我が輩とは言ってるけどね。ジュリリ、なんかもう、なんか変な感じになってるけどね。キョモメロファンのリーダーは誰なのかな、これ気になりますよね。まあ、気になるね。まあ、また今度ね、それは答えましょうね。俺のファンリーダーは一応、ヤスシらしいんで。ああ、なるほどね。俺は知らなかったけど、ヤスシ曰くヤスシらしいんで。なんか、やっぱあるんだね、うん、ファンリーダーみたいな。ああ、俺は知らなかったけど、いるらしいね。うん。ちなみにあなた、その、今度って言ってるけど、再来週だからね。もっと遠くに感じてるかもしれないけど、あなたはもう、再来週やんの一部やるのあなた再来週なんで。しかもいないの。え、待って、僕いないんで。確かに。なんか大変な思いしました。いいんだね、本当に、これ。いや、もう誰も。もう、今だよ。今ならまだ変えられるよ。腹くくってます、みんな。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不
公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何、肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。信用金庫のイメージキャラクター咲坂美和です。信用金庫は全国に約260、北海道から九州沖縄までの全国ネットワークを生かしながらお客様の夢の実現や地域の発展をお手伝いしています。ほらあなたの街でもつなぐ力、私は信用金庫です。信金バンク。木曜深夜1時からはラジオペ、こちら青山プレッパー広報部。12月15日の放送は僕堀海人が MC を担当します。出演はこの2人、木山龍です。岩崎優雅です。ピエナとファルクのメンバー3人で青ペの未来について語り合います。お楽しみに。東京都千代田区有楽町、日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。小規模事業者の皆さん、会社や商品の魅力をラジオで大々的に PR しませんか。このように CM を放送したり、番組に出演して商品やサービスを紹介したり、ABC ラジオが特別プランをご提案。中小企業庁の小規模事業者持続化補助金を申請し採択されれば、3分の1の費用負担で広告を実施できる可能性があります。通常枠の補助金額は最大50万円、また最大200万円が補助される特別枠も新設されました。詳しくは ABC ラジオのホームページをご覧ください。はい、一応メールを読みしますね。まず最初はラジオネームおさげかじり虫さんからです。いい。京本大河のオールナイトニッポン日々カオスに行くまでの流れ、あまりに鮮やかで感動しました。この1年間でラジオを一生懸命勉強したんだなってのが伝わってきました。嬉しい。再来週のオールナイト一部あっという間に終わりそうですね。そんなわけねえだろ。そんなわけねえだろ。全然鮮やかじゃねえよ。よく聞いてくれてる人がいるんだね。だらだら同じとこ足踏みして足踏みして、本当にラジオの勉強本当にしてんだよ。自回りしてよ、ま、ようやく来て。いろんなラジオ聞いて勉強してるから。あなたこれ、みんな心配してますからね、あなたの一部。ん？あなたの一部。その、ミュージックソンの中の。一部、はい、9時で一部、ね、京本大学ってなった時、長浜さん頭抱えてたからね。ワールドカップで自分が応援してる国が点取られた時みたいに、あーってやってたから。まあでもここだけの話、俺も頭抱えて。だって、知ってるこの人、俺にブチギレてたからね。お前仕組んだだろとか。リアルタイムでトレンドで見てさ、俺が決まったことそれで知ったんだけど。はいはいはい。順位LINEしたもんね。そう、キレられたから俺。仕組んでんだろ、ありえねえよ、俺は絶対やらせたっつってね。そう。めちゃくちゃ俺キレられてる。なんだまた俺なんだっつって。違うよ、ちゃんと見たよって。6枚入ってたよっつって。そんなん信じられないじゃない。この場にいたら多分、リアルだってわかんないけど、うん、北斗と俺が入れ替わっただけですって言われても納得いかないよね。それはさ、そんなことが起きるのっていう。それはさ、前回のさ、まあ、2部やった時とか、ちょっと怖、いろいろね、悲惨なものだったから今年もちょっと嫌だっていうのもあるわけでしょ、自分の中で。まあまあまあもちろん。なのになんでさ、さっきみたいなあんなラジオしちゃうの。いやだから、これでいいんだよねってこと。こんな俺を。お前、俺これだけど一部で本当にいいのかと。最後の抵抗。なるほどね。もうジャッジするなら今だよって。なるほどね。お前らやばいやろと。やばいと思ってんだろやったら変えないとダメだぞってこと。もう言ったからな。もうこれはもう。俺はこんなラジオしかできねえぞってことね。俺からのアピールはもう終わったから。なるほど。これを踏まえて、もう一回。口は言いたけども、お前ら吟味しろよって、ね。もう一回精査してもいいし、それも任せます。考え、ね、その代わり、これで行くならお前の責任取れよってことですね。俺はもう言ったから。俺は別に前のめりじゃないことも伝わってるはず。俺は提示したと、自分の実力を。もうそれはもう去年でもまず見せてるわけで。そう。だからお前ら忘れるな、ね、俺はこれだぞっていうのもう一回ね、うん、見せてあげる。なんでもその、くじで決まったから、その通りにっていうわけじゃなくて、うん、揉み直すことも大事だと思う。なるほど。別にくじはもう撤回しますと。そんなのやっぱ、リスナーも納得すると思う。なるほどね。うん、こんな気になったらね。じゃあ続いてラジオネーム、赤い主催者さんからです。
ずーっと何やってるかわからなかったのですが、京本さんは人間味がありつつも格が違う深みのある人物だということは分かりました。再来週も楽しみにしてます。そんなことないわ。いやそうなのよ、格が違う、深みないだろ、全然浅瀬だよね、めちゃくちゃ深みもあるし、うん、広いんだよね。全然あなた狭くて浅いですよ。いやいや広いのよ、あなた本当に水たまりぐらいでめちゃくちゃ浅いですよ。視野広いのよ本当に。その水たまり一生懸命バチバチして遊んでるみたいな感じですよ。続いてラジオネーム、キョモメロ推しさんからです。キョモメロくん、ジュリリのファンにギャルが多いとの発言がありましたが、言いました。キョモメロくんは我々をどんな風に思ってるのかな。我々は君のおへそが好き。君のおへそに魔法陣を描きたい。え、我々は君のおへそに魔法陣を描きたいんだよ。何、キョモメロくん怖すぎるな。怖いな。え、これ何、ジュリファン。ええー、キョモメロ推しですよ。キョモメロ推し、うん、だから再来週あなたこう変、ね、あなたがラジオやってこういう人がいっぱい聞くっていう。そういうことか。すっごい嫌な時間になりますよ。これもうバトルだな。変な時間です。そうだね。妙な時間になりますよ。ちょっと覚悟しないと、うん、これ聞いてる人も大体変だからね、うん。おへそについてメール来るよ、あなた。いや、ほんとそうだよ。今おへそどんなんですかみたいなとか、まあほんと、そんなにおへそのメールたくさん来ました。何か知らないけど答えられそう。ああ、なんか、このメールを読んだ上でこういうリスナーがたくさん来るって踏まえて、うん、ビジョン見えてるなら、それでいいですけど。ビジョンは見えてる。うん、多分スタッフはより頭抱えてますよ。これ終わったわってなってますからよ、みんな。はい、じゃ続いてラジオネーム、やすしさんからです。先ほど、キョモメロ氏から、うん、ジュリのファンはギャル語ばかり使う人間だという聞き捨てならない発言があったが、我々ジュリリのファンを舐めないでいただきたい。我々ジュリリファンのリーダー、ヤス氏は、ジュリリの生き様を推している。ジュリリを否定することも肯定することも、我が輩は許さない。ジュリリ、そこにいるだけでいいのだ。しかと理解してくれ。それでは失礼している。失礼する。癖強いな。俺が担当してたらこうなってた、ね。うん、まあでもジュリのファン、さっきその全部そのギャルっぽいよねって言ったけど、うん、ちょっと言葉足りなかった、うん、ジュリのファンはちょっと古いギャル。ちょっとね古い。ただ俺自分のファンのリーダーがヤスシっていうことは俺は初めて知ったけどね。俺いろんなファンいますよ。うん、まあ、そういうギャグっぽい。ファンリーダー知らなかった。うん、落ち着いた子供もいるし、うん、年上の方も、まあ、ちっちゃい子もいるけど、まあまあまあ、それはね。それの全リーダーが俺、ヤスシで生き様をされてるっていうのを俺あんま存じ上げてなかったんだけども、ヤスシみたいなのが、まあ、いてもいいけどね。もちろんいいけどね。もちろんもちろん。うん、ただダメと言っていいですよ。ヤスシがリーダーっていうことは知らなかったです。でもなんか、その、ローマ字表記でヤスシだったらイメージはあるよね。ひらがなです。ひらがななんだ。うん、ひらがなでしょ。ひらがなですね、これ。ラジオネーム書いてある。ひらがななんだ。うん、だから、それはちょっと。俺は知らなかったですよ。うん、そのファンの。お統括してる人物がいて、その人がヤスシって、うん、それは知らなかった。でももう一周回ってギャルなのかもね、ヤスシっていうワードさえも。我が輩とは言ってるけどね。うん、ジュリリ、なんかもう、なんか変な感じになってるけどね。キョモメロファンのリーダーは誰なのかな、これ気になりますよね。まあ気になるね。まあまた今度ね、それは答えましょうね。俺のファンリーダーは一応ヤスシらしいんで。あ、なるほどね。俺知らなかったけど、ヤスシ枠ヤスシらしいんで。なんか、やっぱあるんだね、うん、ファンリーダーみたいな。ああ、俺は知らなかったけど、いるらしいね。うん。まあ、ちなみにあなた、その、今度って言ってるけど、再来週だからね。もっと遠くに感じてるかもしれないけど、あなたはもう、再来週やんの？一部やるのあなた、再来週なんで。しかもいないの？え、今って僕いないんで。確かに。なんか大変な思いします。いいんだね、本当に、これ。いや、もう、もう、今だよ。今ならまだ変えられるよ。腹くくってます、みんな。